ある意味、はい、無茶してるっていう風にはね、社会通り一遍では見るよね。でもやっぱし、それが青春っていうやつじゃないの？なんかもしかしたら日本の国や世界を変える、もしちょっとでもいい方に変えれるならば、うん、はいはい、それは俺らのような人じゃなくて、うん、片山さんや太田君のような人が、うん、もしかしたらこの世の中を変えてくれるかもな。もしかしたらね、もしかしたら多分いろんなものを見るし、はい、感じるし、でそれが言葉で、まあ、今回のように YouTube 通じて俺たちが体験談を語る、はい、ほんの一言が、うん、多分見てる聞いてる人、うん、全て違う人の心に入っていくんだよね。だから多分太田君のあの言葉、山ちゃんのあの言葉、片山のあの言葉っていうね、もう見る人は全部ね違うところでねビビッドに感じるんだよね。うん、恐るべし株だね、はい、本田宗一郎さん。ブロックタイヤ履いてる。ブロックタイヤ履いてます。あ、そうなの。働いてるところがジャングルの中なんで、うん、ブロックタイヤ履いてるんです。ブロックタイヤで。え、ブロックタイヤなんか売ってるの？売ってます。株にブロックタイヤ履かせて、毎日オフロード。オフロードです。30分オフロード。毎日オフロードでしょ。すごいな、相当上達してるんやん。上達してますね。まさか趣味でツーリングで休みの日にバイクで長距離は行かないよね。それも行きます。でもジャングル かなり変わってるわこいつ。ねえ、ジャングルの中でトラブルのことどうすんの？その時だからもう何とかするしかないですね。もう一回やったのがエンジン壊れて、もう3キロぐらいを押して帰るという、ジャングルの中をドロドロになりながら。普通の道じゃないもんな。獣とかは？じゃあ獣とかはいないです。蛇とかは？自分だけ獣じゃない。蛇はいます、はい、いっぱいいます。蛇はいいの、はい、危ない蛇もいる。いますね、毒持ってる蛇がいるんで。でも蛇結構怖がりみたいで、あんまり人には近寄ってこないんで。あ、病気、ジャングルの中で危ない病気ってどんなもの？デング熱ですね、今だと。おー、あ、それ危ないね。流行ってるのは、はい、カーから。今の太田君の年齢、世代って、うん、はい、その20代後半とかぐらいの子たちって、はい、うん、30だっけ？もうすぐ30です。もうすぐ30歳の人たちは、どう、そういうこう、なんか海外に飛び出して、その、はい、バックパック一つで、はい、いろんな各地行って自分のその未来とか夢を掴もうなんていう人って多いんかな？はいはい、どうなんでしょう。で、僕はもっと増えていってほしいと思います。へぇ、はい、なんでそう思った？やっぱ日本から出て日本を見るっていうのもすごい大事なことだなと思って、例えば日本人がいかに日本のことを知らないかであったりとか、でもっと日本人が日本のことを考えた方がいいんであるんじゃないかとか。そ、偉そうに言って知ってたの？いや、僕全く分からなかったんで、すごい恥をかきましたから、僕は言って。すごい恥ずい思いしたって、はいはいはい、関西弁ですかね、恥ずい思いしたって。あ、俺あんまり使わないよ。恥ずい思いしたっていうのは恥ずかしい、恥ずかしい思いしたっていう、はい、恥ずかしい思いしました、はい。それはもうやっぱり勉強になったわ。旅行じゃ分かれ、旅行ではやっぱり分からないと思います。やっぱバックパッカーであったりとか、うん、仕事住んでみたりとか、仕事したりとか、謎のカンボジアのバーテンダーやからね。よりね、気づくと思います。海外の人たちはもっと自分たちの国のこととか、はい、を知ってて、はい、どうあるべきかっていうのを考えてるってこと？考えてますね。いや、それは考えてる、はい、ヨーロッパの人もすごいよく自分の国のこと、はい、さ、例えば政治のこととかね、はいはい、あの自分の生き方とかね、はい、大事にしてる。確かにね、そう言われたら、あの日本の人ってその辺はなんかあのさらっと通してるよね。さらっと通してますね、うん、あまり、はい、あの人生深刻に考えないというか、はい、あの政治のこともあまり気にしないしね、はいはい、まああの割合で言えば多いよね。太田君と最後に会ったんいつぐらいやろ？5年ぐらい前か。5年ぐらい前だと思います。一緒に日光、はい、ね、はい、日光の日光で天然の氷作ってるんですけど、はい、天然の氷作りを一緒に手伝いに行って、ね、あ、そうなの。その5年前の太田君と5年後の太田君、今会って、うん、久しぶりに会って、はい、めちゃくちゃキラキラしてる。ああ、そりゃそうやね。めっちゃええ男になって帰ってきたような気がして。え、カンボジア含めてバックパックし始めてから何年なの？うん、もう6年ぐらいです。ああ、ちょうど、はい、そしたら、はい、だから最初にバックパックした後ぐらいには会ってるんだ、前に。そう、まあでもその後とかですね、ぐらいですね、うんうん、はい、うん、でもこんなに、なんですかね、こうしっかり自分自身を見つめ、うん、あと未来に向かって一生懸命もがいてる青年というよりも、
もっと悩み多く 俺たちおじさん置いていかれないように頑張ろうな。だいぶ先に置いてる。いやあのなんか嬉しく思いました、うん、彼がこんなにかっこよくなって帰ってきてくれてるのは、ああそれね、うん、素晴らしいね、成長を見れるというのがね。片山さんから見て、うん、それこそ片山さんも、うん、同じよ、片山さんが世界チャンピオンになったのって26歳の時、はい、26歳の時にはもうすでに世界中の全てのオートバイライダーのを蹴落としてよ、はい、自分が頂点、はい、あの表彰台の一番上に立ってもとうわけよ、はい、でそういう片山さんもじゃあ26歳までこれでも一瞬で行ったんでしょと、はい、どうせ僕らのようなヘタピライダーのことなんか分かれへんでしょと、そんなことないと、はいはい、めちゃくちゃ苦労したし、はい、そのスピードが早送りやっただけやいう話したんやけど、うん、そうそう、その今片山くん、あ、片山くんじゃない、太田くんが、はい、誰片山くんって誰片山くんってもういや失礼しました、太田くん、太田くんが今やってることを、はい、片山さんも20代の早い段階でやってはったよね、はい、その今感じる感じます、うん、似たような、うん、あのチャレンジングなね、うん、ある意味、はい、無茶してるっていう風にはね、社会通り一遍では見るよね、うん、でもやっぱし、それが青春っていうやつじゃないの、うん、し、なんかもしかしたら日本の国や世界を変える、もしちょっとでもいい方に変えれるならば、うん、はいはい、それは俺らのような人ではなくて、はい、片山さんや太田君のような人が、うん、もしかしたらこの世の中を変えてくれるかもな。もしかしたらね、もしかしたら、多分いろんなものを見るし、はい、感じるし、でそれが言葉で、まあ、今回のように YouTube 通じて俺たちが体験談を語る、はいはい、ほんの一言が、うん、多分見てる聞いてる人、うん、全て違う人の心に入っていくんだよね、うん、だ多分太田君のあの言葉、山ちゃんのあの言葉、片山のあの言葉っていうね、もう見る人は全部ね違うところでねビビッドに感じるんだよね、うん、だから俺は山ちゃんがいつもね、いや片山いいよね、素敵だよねって言ってくれるけども、同じ言葉を彼に言えるし、逆に俺だから見ると山ちゃん素敵だよねと、こうやって分かってないふりで喋れるって素敵だよねって本当にね、なんか俺やるよね、めっちゃ悪いやつ、めっちゃ悪いやつみたいですよ。いや、そう分かってないふりしてるみたいな、大感って言われないんだけど、いや分かってないんです僕は。いやまあでもそうはどうしてね、みんながお互いよりリスペクトし合って、うん、こういいとこ盗み合えたらね、そうそう、きっといい方に進んでいくだろうしね、はい、うん、ちょっと話全然変わっていい？ああ、いや。この間、太田くんのインスタ見てたらですね、はい、なんか昔のお母ちゃんの、はい、お母ちゃんがバイクにまたがってる写真があって、はい、ちょっとこの動画にも出しておきます。この辺に。はい、あるの写真？この辺かな？この辺にお母ちゃんの写真を。だから、ね、ちょっとこうやんちゃそうなお母ちゃん。やんちゃそうなお母ちゃんで、ライダーです。はい、元ライダー。バイクにまたがって。あ、そうなん、川津で来てんの？川津で来て。やるね、今も健在？今も健在です。今はバイクはもう乗ってないです、ね、お元気、元気です、ね、ああそうなんや、はい、よかったよかった、いつ登場してくれんのやろ。お母ちゃんいくつぐらいの時？今も当時ですか、うん、当時も20代半ばとか。なるほど、イケイケやね、はい、きっとお母ちゃんが、うん、はい、片山さんと一緒に番組やってんって言ったら、はい、お母ちゃんびっくりすると思う。あ、びっくりすると思います、はい、なんでみたいな。お母さんもよくサーキットに見に行ってた。見に行ってた、はい、鈴鹿とか行ってたみたいな。太田君よくお母さんの今日はそしたら人選間違ったね。ジャングルの話じゃなくてお母ちゃん、太田君お母ちゃん呼んだら分かった。そうね、片山さん素敵っていう話をいっぱいしてほしかったね。いやまあでもその時代が変わってもきっとその太田君もどう、片山さんの話、はい、ね、この撮影してる時以外に、はい、その打ち合わせの時もそうやけど、はい、世界という舞台で挑戦し続けた片山さんっていうのは、20代の彼から、君から見てどう？いや、めちゃめちゃかっこいいことだと思います、やっぱりそうね。普通の人にやっぱそこまでできない。足蹴りながら言わないといけない、下でコンコンいけないとこなんで、やっぱりそれをねやり遂げたっていうのはやっぱりすごい、ラッキーだよね。だからそういう意味では今カンボジアのジャングルの中に、その朽ち果てずに行き着いたっていうのが、俺一つはものすごい、もう俺たちで言えば、レースを何レースも消化したっていうことだと思うね。もう6年7年やってるわけだから、
ある意味もう、いいステージに立ってるわけよ。だから彼がこれから発していく、なんていうのかな、体験談、経験談、っていうのが、俺どんな言葉でもどんな話でもいいと思う。というのはすごい6年7年を引きずって、もう血肉になって語ってくれる太田がいると思うね。だから俺もう一度彼に来てもらって、それは来年でもさ、ぜひぜひ山ちゃんにね連絡してもらって、できれば毎年日本に帰ってきた時にさ、あ、こうやって会ってね、おう、でちょっとまた新しい話を、今度はシェイカー振ってもらおうか。あカンボジア流行ってるカクテルじゃあ。カンボジアカクテル。カンボジア流行ってるカクテル。本当に危ない動物おれへんの？本当危ない、ヘビぐらいです。あ、そうなんや。ヘビです。ヘビって俺小さいのを今イメージしたけど、こんなやつやったじゃん。そんなん？あ、でもそんなんです。マジで？あ、ほんまかいな。はい。大事。もう太さでこれぐらいの。2メーターぐらいあるようなんかいたりとか、それ人間丸飲みしてる。子供だとね食べられると思います。あ、いやいや、こんなあったら人間頭カタッと入るもんね、口開けたら。あの、そのカンボジアでの生活はインスタグラムに上げてるやん。はい、太田君のインスタグラムのアカウントを、はい、その YouTube の下のコメント欄に、説明欄に入れてもええんかな。あ、もちろん大丈夫ですよ。いいですか。もしそのね、太田君と同世代で、太田君の生活を見てみて、その自分もまた別の夢を描きたいって人は、フォローさせてもらってもええんかな。もちろんお願いします。じゃあ、その説明欄に、まあ、その説明欄のところに、先ほどのお母さんの写真とともに、もう別れたというフランスのモデルの女の子の写真があって、そうだよ、見たいよ。フランス人の女の子と付き合ってたらしい。モデルだって、それも。すげえ羨ましい。ちらりと言ったよ。マジで？こんにゃろ！すげえ羨ましい。こんにゃろ！そうそう。その人の写真、イケメンだから。写真は上がってないんですか？その写真は上がってるかもしれないです、もしかしたら。あ、ほんと。いいね。ちょっとまたチェックしておきます。すいません、本当に長時間ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひまた楽しい話を。はい、頑張ってください。で、最後にね、カンボジアの太田君が働いてるお店、まあ、いつまで働いてるかわからんけど、もしカンボジアに旅行して、するっていう方がいらっしゃって、太田君のお店に行きたいっていう方のために、カンボジアのなんていう地域の、なんていうお店なのか、ご案内いただいていいですか。カンボジアのカンポットという町の、カンポット。カンポットという町のダムジャスピリッツというお店で。ダムジャスピリッツ。ダムジャスピリッツ。はい。なんと、オフタイムの時に、俺たちが話して盛り上がったのは、そこで、カンボジアラリーするんだよね。はい。カブで、カブでね。カブで、カブで。皆さんエントリーできるそうですからね。俺も行くから、まあ多分20人しか泊まれないって言ってるから。まだ決まってませんよ。でもそんなラリー計画決まってませんよ。ロッコさんツーリングもやらない感じで。ロッコさんツーリングしながらね。その後やね、カンボジア。雨季はいつ？雨季は今です。今か。6月から10月までですね。なるほど、それ避けてね。まずはそのね、カンボジアのお店に行ける方はぜひ行ってあげてほしいし、もう一度カンポットのダムジャスピリッツ、ダムジャスピリッツというお店です。はい、はい、URL をホームページを下にまた説明欄に書いてきます。で、今日もですね、この撮影を、神戸須磨海岸にあります、はい、日本一、いや世界一の海の家カッパ天国からお届けさせていただきました、須磨水族館の真南でございます。南でございます。よかったら皆さん足運んでください。今年の夏8月25日で一旦幕を。そうなんだよね。70年続いたけどね。惜しいよね。惜しいな。ここで出会ったもんな。まあそれも歴史だね。はい。みんな応援しよう。皆さん来てあげてください。はい、来てください。じゃあ次回のライドもお楽しみ。はい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうね。頑張ってね。イエーイ。じゃあバイバーイ。バイバーイ。